義務を果たしましょう。私の武器はどんな相手にも強制的に弱点を作り出す効果があります。7対3、対象の長さを宣言した時、この比率の辺に攻撃を当てることができれば、クリティカルヒット、私より格上の相手にもそれなりのダメージを与えることができます。そういうのってバラしてもいいもんなの？メリットがあります。手の内を晒すという縛りが術式効果を底上げするのです。気合を入れていきましょう。本気で取り組みましょう。覚悟してください。これでラブ横です。これでラブ一つ片付けました。おべおべ真面目にやらない人は嫌いです。